身長を伸ばしたい人が食べるべきものトップ3を紹介します。第3位、鶏肉。鶏肉には多くのタンパク質が含まれていて、成長ホルモンが分泌され、さらに軟骨細胞を増やす効果があるため、身長が伸びると言われています。ただし、しっかりと睡眠をとることを忘れないでくださいね。ここ結構重要ですよ。第2位、牡蠣。牡蠣に含まれる亜鉛には、タンパク質の合成やホルモン分泌の調整を行う作用があります。亜鉛は体内では合成できないので、食べ物から効率よく摂取したい栄養素です。特に成長期に亜鉛を多く摂取しないと栄養不足になりやすいんです。ぼーっとしないで、すぐにメモに書きなさい。第1位、ニンニク。ニンニクからオルニチンを摂取することで、運動時における成長ホルモンの分泌促進が期待できます。また、睡眠中に分泌される成長ホルモンが増加するとも言われています。皆さん、ニンニクが臭いからといって避けちゃダメですよ。ただし、ニンニクマシマシラーメンを食べるとは言ってませんよ。背が高くても健康なしなしじゃ意味ないですからね。